目の影が気になるっていうことだったので、ちょっとリキッドコンシーラー使って見直したいのと、チークももうちょっと中央に入れ方を見直します。じゃあ眉は少し角度を穏やかにして、ちょっとこう今っぽさを出してみたいと思います。で最後にちょっとアイシャドウをちょっとこう春っぽくしてみたいと思います。斉藤由紀子です。今日は社員で、中田さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見直したいポイントありますか？はい、いろいろあるんですけれども。いろいろあるんですよね。はい、うん、特に顔が全体的に鏡で見た時に疲れてしまった印象に感じることがあって、でもすごいお肌綺麗だし、すごい透明感が歩いてるみたいな感じですね。そんなことないです。その辺がちょっと気になってるのと、あとは目元ですかね。この目の下あたりのくぼみというかたるみというかが疲れた感じに。はい、そうですね。チークもちょっとお悩みがあるっていただいたんですけど、そうですね。はい、頬がやっぱりなんか少しこうシュッとしてますよね。抜けてる感じなので、チークを入れるところがどこら辺にしたらいいのか、こうシェーディングにならずに、おもながもあまり目立たないようなところに入れるっていうのがちょっと分かりにくいかな。眉とかも太くて、もともとが眉尻までしっかりあるんですけど、どういう風にこう整えたら自然だけど今どきっぽくなるのかなっていうのが。なるほど、なるほど。目も華やかにしたいんですけど、20代の時みたいなバッチリこうくっきりみたいなものではない方がいいかなと思うんですが、じゃあそうした時に今どうしたらいいのかなっていうのがちょっとわからないかなと思います。なるほど、はい、出揃いました。整いました。ではですね、中田さんの場合はちょっとこの下の、ね、目の影が気になるということだったので、ちょっとリキッドコンシーラー使って見直したいのと、チークもちょっと、もうちょっと中央に入れ方を見直します。じゃあ眉は、しっかり眉が生えてらっしゃるということなので、少し角度を穏やかにして、ちょっとこう今っぽさを出してみたいと思います。で最後にちょっとアイシャドウがベージュによくなりがちということだったので、はい、ちょっとピンクニュアンスを変えて、これもちょっとこう春っぽくしてみたいと思います。ここら辺ですよね、目袋のところの影をちょっとクリアするのに、まあ、リキッドだとねすごくやりやすいのでいいと思います。でちょうど目頭の下のあたりからちょっとこう筋状に3本か4本引いていただいて、そこをこう優しくトントンとタップする感じ。そうするとリキッドファンデーションとの相性もいいし、しっかりとカバーしながら目元がほっと明るくなるので、指でこうあまりこう外側に広げるっていうよりも、そこに少し留めるような感じにしていただくとふわっと明るくなります。アイパンもねいきますね。よいしょ。でコンシーラーはいつもねそんなには使われないということでしてもね、使ったことないです。あ、そうなんですね。ちょっとねこうリキッド系のものだとファンデーションの上からでも使えるので、すごく簡単に目の下の影を明るくするのにおすすめです。ああ、さらに透明感がマシマシになりました。でチークなんですけど、こちらのクリームファンデーション使って、この辺ですね、ちょっと中央寄りに。そうするとここがすごく血色感高まって、斜面の方がそんなに影にならなくなるので、眉はご自身の右眉の方が角度がちょっと上がってるので、この右眉を少し下に描いてあげるといいかもしれないです。でアイブロウパウダーで、ここですね、眉山の下、ここをちょっと埋めていただいて、でさらにこっちも足してあげると、下足して上足してるので、ちょっとこう角度が、穏やかになりますね。ボケ足がふわっと広がってると、眉が全体的にふわっと見えて、ちょっとキリッとしたお顔立ちをなんかいいバランスで素敵に見せてくれる。右眉の方が高いので、右眉はちょっと下げる感じで、左眉はちょっと上げる感じですね。で最後にローズニュアンスの薄いピンクのアイシャドウをふわっと、上まぶたのちょっと際と、なんか普段お使いのベージュのアイシャドウの上に重ねてあげるだけでも、で下まぶたにねふわっと淡い色だけど、ちょっとこう目ぐるっと
してあげて色味出してあげるとちょっと今っぽくなると思います。じゃあちょっと唇を潤わせて終わりたいと思います。はい、先生のリップクリーム代わりで。すごいですね。うん、違います。違います。どうです、目立たなくなった気がします。本当かった、肌が明るくなったように見えます。なんか多分チークの効果もある気がします。うん、内側に入れたらいけないと思ってました。眉毛は、眉毛確かに少し柔らかく、あ、すごい柔らかい感じ変わりましたあみたいな、はい、太くするときつくなるのかなと思ってました。あ、うん、切ったり抜いたりしてないのに形が変わるんですね。うんうん、お目目どうですか、アイシャドウ。すっきりしてるけど、うん、色がしっかり入ってる感じがちょっと今っぽくなりました。はい、では見直し成功です。ありがとうございます。お美しゅうです。ございます。